嬉しい、驚きということで、まあ、最初はもし少しでもいいことだったらばやってみようというところからスタートされるんですけども、それがご家庭の中でも気がついて、さらに、先生から言って嬉しい言葉を聞いたりしてですね、とてもこう嬉しいニュースということで、伺います。で学校のテストの成績も非常に、良くなったということもよく伺いますし、例えば小テストなどではもう全部100点取るようになったというようなことも伺いますし、あるいはトレーニングの最初に3つぐらいこう改善を希望するポイントというのを決めるんですけども、それらの改善のポイントも達成できたというような形で伺います。でもそのうちにですね、この改善、それらの改善自体にもそうなんですけど、日常生活の中で、どん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 こう引き続いて改善が進んでいくということ自体にも、ご家庭の中で保護者の方もこう慣れてきてしまうというところかと思います。以上です。